厚生労働省が公表しているデータで、平成24年度のですね、保険料のですね、厚生年金保険料の収納率というのが 98.1% だったということがね、公表されています。保険料決定額に対する保険料収納額の割合ですけれどもね、98.1%。それで滞納事業所数が154,013事業所あるというようなことですね。で、差し押さえ事業所数は22,556事業所。口座振り替えを実施している率というのが 83% というようなですね、こういった数字が公表されています。平成18年からですね、毎年度の数字が並んで一覧表になっている表がありますのでね、ご関心がございましたら、ご覧いただければと思います。